はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はお金の教育っていうね、話をしていきたいと思います。ね、まあなんかね、ちょっとね、お金っていう話をすると、どうしても避けたがる人たちが多いんじゃないかなっていう、まあ印象というか、まあ事実としてあると思うんですよね。うん。ところがまあ、お金って生きていくのに重要なものの一つじゃないですか。なのに、こう子供の頃から、こう教育をしないお金に関して、お金の借り方とか、使い方とか、稼ぎ方とかね、そういうものに関して。ところが、お金を稼ぐのは悪だとか、汚いっていう、汚い人間だっていうね、レッテルがもう貼られがちだと思うんですよね。で、お金に関して、特に大人の人たちって誰もが重要だって思ってるにもかかわらず、なんで触れたがらないんでしょうねっていう、今日はそういったね、話を掘り下げていきたいと思います。で、隠蔽する大人たちっていうところなんですが、話題としてね、出すのを避けたがる大人の人たちっていうのがたくさんいるんですよ。うん。で、例えばお金はどう動くのかっていうことですね。日常生活を送るのに必要なお金とはくらいの、まあ、ざっくりとしたね、話なら、まあ、なんとなくいいよみたいなね、お菓子いくらいかかるよとか、おもちゃいくらなんだよみたいな話はいいんだけど、ところがより詳しい話にね、踏み込もうとすると、子供の前でお金の話は。で、結構嫌がる大人の人たちって多いと思うんですよね。で、あなた自身がそうだったりとか、あるいは周りにもそういう大人の人たちっていると思うんですよ。ね、お金と、それから性の話に関しては、まあ、タブーとして扱っている傾向は結構多いというふうに思ったりします。で、これっていうのはもう当然各家庭の方針なので、親が子供に教えなくていいということであれば問題はないんですけど、うん。それをね、無理にやれというわけじゃないんですが、まあ、生きていく上で必要なものっていうのを教えないというのも、まあ、どうなのかっていう見方もありますよねと。で、お金を知らないままね、人が育ってしまうと、まあ、例えばですけど、求人広告にあるような、まあ、やりがいのある仕事ですみたいなね、こうやりがいじゃなくて、ただただ疲弊させられるだけの仕事についてしまったりとか、それから、芸術家やね、音楽家のような、こうアートとか、それから演奏でお金を得る人たちに、なんか、ただで絵描いてよとか、ただで一曲歌ってよみたいなね、その裏にかかっているコストっていうのを一切無視して、なんか、ただで絵を描け、演奏しろみたいな感じで傲慢な要求をする、そんな人になっちゃうんですよ。で、お金の教育っていうのが、まあ、当然全て解決するというふうには言い切れないんですけれども、ただし、伝えることで、いくつかそのね、サービスとか、製品とか商品っていうものに対しての考え方っていうのを改善することは間違いないんですよね。まあ、これをいつ頃伝えるかっていう問題も出てくるんですけど、まあ、今日はそれは一旦置いときましょうというところです。うん。で、お金の重要性っていうところなんですが、お金って、まあ、確かになくてもいろんなことできるよねっていう人いるんですけど、ほぼほぼ無理です。うん。これに尽きるんじゃないかなと思うんですね。お金ってなんで必要なのっていう根っこの話になるんですよ。商売をするに限らず、何かをするにかかっては必ずお金っていうのが付きまとってくるんですよね。例えば人件費かかります、食費だってかかる、設備、物を用意するのかかります、交通費だってかかる、電車賃とかね、で病院に行けば医療費も当然かかるし、人とお付き合いするなら交際費かかるし、普段みんなが着ている服だってこう医療費としてかかるというところなんですよね。でももっとざっくり言うと、そのね、日々変わる変動費とか、固定でかかってくる固定費、家賃とかですね、っていうのがあらゆる面でかかってくるんですよね。で、お金がかかっていないように見える慈善活動であったとしても、そこに行くためのインフラとか利用している備品とかっていうのは、当然お金がかかっているものなので、何をするにしたってお金ってかかってくるものなんですよ。こういうところが、まあ、目線として結構抜けがちな人が多いというところなんですね。だからコストっていう考え方ってすごい大事で、当然お金だけでくくれる話じゃないっていうのは、前提としてあると思います。ただ、時間とか労力などなどがかかっているっていうのは当然なんですが、その時間に対してとか労力に対してもお金がついて回っていますよっていうことは、はっきりと知っておかなくちゃいけないと。で、無料というものですね。無料で提供している。ただですよって提供しているものも、その無料で提供している元がお金をかけて、でも受け取り手にはただで渡しているってだけなんで、どっかでお金はかかっているんですよ。で、サービスの勘違いなんですが、まあ、日本ではね、こうサービスイコールただみたいな考え方っていうのが定着してるんですよね。本来はきちんとした仕事や価値に対してきちんとした対価を支払うもののはずなんですよ。だから価値ある仕事をしたのであれば適切な対価を受け取る、もしくはそれを要求することが当たり前のはずなんですよね。 A というサービスをしました。じゃあ
1000万円くださいとかね、1500円時給でくださいとかっていうのは当たり前のはずなんですよ。ところが、まあ、サービスといえばなんかお金を発生することが信じられないってい こう意識が日本の中で根深いんですよね。でサービスに対して対価っていうのは当たり前の話なんですが、じゃあこの意識っていうのがあればどの程度のサービスを今回もらうお金に対して妥当なのか、あるいはサービスをこれ提供するんだったら対価どのくらい求めていいのかっていうことがきちんと考えられるようになるんですよ。この考え方さえ身につけばなんかMドナルドでね、店員さんに向かって無限にスマイルスマイルスマイルって要求する、そんな無礼なお客さんにならずに済むんですよ。で反対に自分へただ働きを求めるような先であったとしても、これだけもらわないとやりませんって、なぜならってはっきりと言えるようになるんですね。エビデンスがをきちんと突きつけることができるようになるんですよ。僕なんかもこう無形商材を売る営業をしてるんですけど、お客さんにこうあれで教えてくれこれで教えてくれっていう風に言われたら、でもサポートデスクで受けきれないようなことに関して、まあ要はタダでね、ヘルプやってるようなところ以外で受けきれないような話に関してはいくらこの時間でいくらですっていうことをちゃんと言ってるんですよ。それでもね、いやそんなんタダで教えろよみたいな風に言ってくるお客さんも中にいるんですよ。だとしたらうちはそれは対応してませんという風にパーンと突きつけお断りするんですけどね、まあ、もしくは来てくれるんだったらねタダで教えますよっていうことなんですけどね。だって当たり前じゃないですか。例えば皆さん普段携帯とかねパソコンとか使っててなんか故障したのかうまく使えないってなった時に店舗行くじゃないですか、ね、お店の人になんかどっかの近くの近所のお店の人に来いなんて言わないじゃないですか。それと同じなんですよね、うん、無形商材を使っているサービスなんかっていうのはそんなところなんですよ。ただしこれに対してちょっとした懸念もあって、子供への、ね、教育としてサービスとか対価の話をすると、まあ、何でもかんでもお金を要求するそんな方にならないかみたいな、確かに見方とか捉え方によってはあり得ると思います。ただこれは伝える側がお金っちゅうのは意地汚いもんなんだと、お金っていうのは悪いもんなんだと、そういう考え方が根付いてその考えのもと伝えるから子供もそういう何でもかんでもお金を要求しちゃうような子になっちゃうんですよ。そうじゃなくってこの話で伝えたいことっていうのは価値に対する適切な報酬っていうものとはまた別のものですよと、価値と対価という考えを持つことは必要なんですよ。でそれに関してマイナスの考え方を持って伝えたとしたらお金イコール悪っていう考え方が定着しちゃうっていうのは当然の話なんですよね。だから伝える内容とその伝え方の問題なんですよ。でこれっていうのはお金のことを知らないからわからないから、あじゃああなたタダでいいですよとかっていうふうに許されるっていう話じゃないので、必要なことなんですよっていうことを堂々と伝えられるようになることが重要だという、まあ、そんな考えがね根付くといいかななんていうふうに思いましたので、お金の教育っていうお話を今日はさせてもらいました。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。